조선민주주의인민공화국 핵무기 연구소 성명. 대륙간 탄도로켓 장착용 수소탄 시험에서 완전 성공. 地球儀を俯瞰する外交を掲げ、外交の安倍として手腕を発揮してきました、はい、これまでの8年間で80の国と地域、延べ176の国と地域を訪問しました、2016年には G7 伊勢志摩サミット、去年6月には日本で初めての G20 大阪サミットを開催しました、かつてなく強固だとされたアメリカとの関係、経済外交でも TPP環太平洋パートナーシップ協定を離脱したアメリカを除く11カ国핵무력건설구상에따라우리의핵과학자들은9월3일12시우리나라북부핵시험장에서대륙간탄도로켓장착용수소탄시험을성공적으로단행하였다